ローが屋上で兄貴を待ってます。俺はいいっすから兄貴行ってやってください。少しいいか、キリュウ。ハルカのことなんだがな。何かあったのか。回復の兆しが出てきた。え、本当ですか。お前らがアジア街に行っている間、ハルカのいる警察病院でハルトをかくまってたんだ。その時、偶然かもしれんが、眠っていたあいつの目から涙がこぼれた。あいつも必死になって目覚まそうとしてるんだ。たまにはいいニュースもねえとな。そうか、ありがとうな、伊達さん。キリュウ様、尾道の秘密はあなたに託す。私にはもうあまり時間が残されていない。何だと。これを。これは先代が私に託したマイクロフィルムのデータ。あなたの持っている携帯で読み込めるはずだ。さっきあんたが言ってた暗号が入っているってことか。ああ、解読すれば尾道の秘密を暴く鍵となる。私には解けなかったが、尾道に詳しい者になら何かわかるかもしれない。そしてあなたが尾道の秘密に迫れば、その前に立ちふさがるのが広瀬だ。彼はあなたを殺してでも阻止しに来るだろう。なぜ俺に秘密を託すことにした。あなたは沢村遥の親代わりだ。私の息子が愛した娘の父親。つまり我々は両家の父親同士ということになるな。もちろん今さら私にユータの父親面する資格はない。それでも私が尾道の秘密と息子のことを託せる相手はあなただけだ。ユータを。ユータにとって広瀬という男は親と言うべき存在らしい。その広瀬を疑い続けて生きていくことは辛いはずだ。何らかの決着が必要になる。そして尾道の秘密を暴くことがそのきっかけになるはずだ。待て、もう一つ。あんたさっき時間が残されてないと言っていたな。あれはどういうことだ。私は宇佐美優太を後継者とすることを断念したと組織に連絡を入れた。何？それは採用界の血の掟を守れなかったということを意味する。組織は存続するために私に代わる新たな総帥を立てるだろう。同時に掟を破った者には相応の償いが求められる。それじゃあ、あんたは。間もなく採用会の資格が私のもとに来るはずだ。私が一緒にいては足手まといになる。採用会はアジア外から撤退する。心残りは岩見恒雄に殺されたジミーローの敵を取ってやれなかったことだ。ロウ、ユータに何か伝えることは。
私はあの子の赤ん坊を殺そうとした男だ。最後に可愛い孫の顔を見れてよかったなどと言っても信じてはもらえまい。